姫椿光輝く文化の街よ、心触れ合う人がいる、笑顔を見交わす人がいる、手を取り合って輪を広げ、共に栄える。続きまして区長の岸本さと子より式辞を申し上げます。皆様こんにちは、区長の岸本さと子です。主催者を代表して一言ご挨拶申し上げます。本区は今からちょうど90年前の昭和7年10月1日、杉並町、和田堀町、伊予木町、高井戸町の4町が合併して誕生しました。以降戦火や東日本大震災をはじめとする災害などもありましたが、今日まで発展を続け、誕生当時は14万6千余りであった人口は今や57万人を超え、住みたい町ランキングでも常に上位にランクインされるなど、特別区の中でも有数の住宅都市として高い評価を受けております。杉並区基本構想を実現し、将来に向けてより住みやすい豊かな杉並区を継承できるよう、区民や区議会議員の皆様と共に区政のページに新たな歴史を刻んでまいる所存でございます。岸本区長ありがとうございました。続きまして区議会を代表して区議会議長脇坂達也よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。令和4年の10月1日この良き日に杉並区政施行90周年を共にお祝いをできることを心から嬉しく思っております。ただいまご紹介をいただきました現在杉並区議会議長の職をお預かりしております脇坂達也と申します。このように今日杉並区が90周年を迎えることができましたのも、ひとえにファイブストーリーズに代表されるような先人の皆様のご尽力、また今日お集まりの皆様をはじめとされる地域の皆様がつかさつかさでご活躍をされていらっしゃる、その賜物であると心から敬意と感謝を表したいというふうに思います。皆様は杉並のどんなところが好きですか？どんなところに誇りを感じていらっしゃいますか？これから杉並区をどういった街にしていきたいというふうにお考えでしょうか？この90周年という節目の日にぜひお一人お一人がお考えいただけると大変ありがたいというふうに思います。感謝状、安治賀お清様、あなたは多年にわたり地域の振興に尽力され、区政及び地域の発展に貢献するところ誠に大であります。ここに区政施行90周年を迎えるためにあたり、迎えるにあたり区民を代表し深く感謝の意を表します。感謝状、山本澄江様、あなたの優れた行いは他の模範となり、地域の発展に貢献するところ誠に大であります。感謝状、
重原光江様以下同文です。感謝状、アンネのバラサポーターズ様、被団体の優れた行いは他の模範となり地域の発展に貢献するところ誠に大であります。昭和7年10月1日、杉並、和田堀、伊予木、高井戸の4つの町が合併して誕生した杉並区。その後大きな発展を遂げる中、区民の生活ではさまざまな出来事がありました。90周年記念事業では、区民や区に大きな影響を与えた5つの出来事を杉並5ストーリーズとして100周年を見据え、動画や浪曲、演劇、教材などさまざまな手法で次世代に継承してまいります。震度5強を観測した杉並区では、地震発生直後、区長を本部長とする災害対策本部を速やかに立ち上げました。また区立小中学校や地域区民センターなど76カ所に震災救援所や避難所を開設し、帰宅困難者や一時避難する近隣の住民などへの対応に当たりました。地震発生後1日2日と経過するにつれて、次第に各地の状況が明らかになっていきます。杉並区と災害時相互援助協定を結んでいる福島県南相馬市の被害状況は深刻でした。杉並区は直ちに南相馬市への支援を開始しました。町会や商店街など町の人たちも積極的に支援活動に参加。区内ではJR 荻窪駅をはじめとする主要な駅で区民による募金活動が始まりました。南相馬市支援チャリティーバザーなどを開催し、震災から1年後には2億円を超える義援金が寄せられました。また杉並区と
災害時相互援助協定を結んでいた群馬県東吾妻町と新潟県小千谷市、北海道名寄市も立ち上がりました。それまで南相馬市との直接の接点はなかったものの、当初から避難者の受け入れや支援物資の提供、職員派遣などさまざまな形で支援に着手しました。これまで被災した自治体を支援するためには、国から都道府県、都道府県から市町村へと依頼がないと動くことができない仕組みでした。しかし一刻を争う事態に国や都道府県の指示を待つことはできません。杉並区とこの3つの自治体は横のつながりの中で被災地支援をすることに決めました。この新たな仕組みを自治体スクラム支援会議と名付け、継続的に南相馬市を支援する体制を整えました。1954年3月16日、アメリカはビキニ環礁で大規模な水爆実験を行いました。そしてこの水域で操業していたマグロ汽船第五福竜丸が被爆したという衝撃的なニュースがもたらされ、原爆や放射能障害がにわかに日本人全体の問題として捉えられたのです。当時マグロなどの遠洋での漁獲物は日本人にとって重要なタンパク源であり、放射能の被害は日常生活に直結する話題だったのです。核兵器の破壊力は広島、長崎で証明されていましたが、水産資源をはじめ自然環境に重大な被害を及ぼすことがこのビキニ事件で明白なものとなりました。急性放射線障害でただれた皮膚の繊維の写真など水爆関連のニュースが日々報道されました。放射能の影響に不安を持つ市民は水産物を買い控えるようになり、反して卵や肉類が大きく値を上げて、栄養面経済面で人々の生活に打撃を与えたのです。はるか遠洋で水揚げした魚を自らの手で廃棄することは漁業水産関係者にとって非常に心苦しいことでした。これを受けて第五福竜丸の母港のある静岡県をはじめ日本各地の遠洋漁協地では水爆実験に対する抗議決議が地方議会で採択されました。そんな中、杉並にも水爆実験に抗議の声を上げようと立ち上がった人がいました。当時区内で魚屋を営んでいた菅原健一さんです。菅原さんをはじめとする小売人たちは日々築地市場に買い出しに来て顔を合わせていましたが、話題はビキニ事件一色でした。消費者の買い控えは深刻で、漁業関係者の中には廃業に追い込まれる者もいたからです。そこで菅原さんは魚を安心して食べてもらうためにアメリカに水爆実験をやめさせ遠洋漁場を守ろう、水爆実験禁止の反対をしようと小売業者たちに提案します。賛同者は次々に集まり、築地で買い出し人水爆対策市場大会の開催に至ります。菅原さんは地元杉並でも杉並漁場水爆被害対策協議会を結成し、独自に水爆実験反対の署名運動を始めます。漁業関係者の経済的救済、水爆実験の要望等、水爆実験禁止の要望等9項目にわたる陳情請願書を高木俊夫杉並区長へ提出したのです。菅原さんの妻富子さんも10人の子どもたちを抱えながら日夜署名運動に尽力しました。広島での第1回原水爆禁止世界大会開催として実を結びます。大会後、原水爆禁止と広島長崎の原爆問題を主軸に据えた
原水爆禁止日本協議会が発足します。アメリカによる占領統治、差別により適切な保障を得られなかった広島長崎の被爆者支援にも論議が深まるなど、杉並から出発した署名運動は原爆被害者へも一筋の光を当てたのです。杉並が原水爆禁止署名運動発祥の地と呼ばれる由来は、杉並区民が一丸となり全国に及ぶ草の根的社会運動を展開したからです。緑豊かな善福寺公園、見守るようにそびえ立つ銅像、ご存知の方も多いかと思います。その銅像こそ内田秀五郎その人でございます。幼少期体が弱かったんですが、それを上回る負けん気の強さで喧嘩も盛んじ、負けずの秀ちゃんとあだ名されるほど周りからも一目置かれる存在でした。いつしか村の人たちが秀五郎さん信頼していろんな相談持ちかける。気がつきゃ村の大黒柱、30歳のその時に日本一の若村長に。この日本一若い村長が初めに取り組みましたのが道路の拡張整備でございます。道路を通って農作物が運ばれる、道路の整備なくして産業の振興はありえない。農業発展のために融資を募って代々木信用購買組合を設立。さらに秀五郎村長、村民の将来のために早くから貯金を奨励いたします。さらに秀五郎村長、教育にも熱心でございまして、代々木教育会というのを設立しますと、家庭の経済を助けながら教育の発展に力を注ぎます。さらに秀五郎村長、慈善事業にも注意を怠りません。代々木慈善会というのを設立しますと、生活に困った人がいれば積極的に救済をしていくという、これらのことをほとんど同時進行で進めていくんです。荻窪駅と吉祥寺、2つの駅の中間に新たな駅を作ろうと一大運動を起こすけど、敷地の確保に必要なその資金は莫大です。稲五郎村長苦心の末に見事にその資金を確保しまして、できたその駅、西荻窪駅、大正11年7月西荻窪駅が開通をいたしました。青梅街道から西荻窪駅まで、この道というのは幅、9尺3メートル足らず、これを倍の3間にしようというので、秀五郎村長、地主さんのもとを回りまして頭を下げます。思った1年必ず通す、負けず嫌いの村長は連日連夜の説得で、ついに西荻窪まで道広げ、さらに道路の改修に一生懸命取り組みます。いつしか村の人たちから道路村長と呼ばれるも、地主の反対ものすごく、中には役場に押しかけて村長を殺せと叫ぶ者、
この時秀五郎村長は私の命でこの村が発展するなら惜しくはない、殺されたって悔いはない、鉄のごときその石で昼夜はかたず飛び回り、反対する人説得する、約10年の歳月に命を懸けた村長の思いはついに実を結ぶ。昭和10年1月、全工事が完了します。次から次へとインフラ整備を進めながら、その一方でこれがすごいと思います。私はその自分にすでに環境保護への配慮を怠らなかったという、というのはおそらく内田秀五郎さんの心の中に緑残して人と地域を残す、そんな考え方があったからではないでしょうか。負けず嫌いの秀ちゃんは日本一の若村長となり、道を広げて明かりを灯し、線路を敷いて緑を守った、数えきれない功績残し、時は昭和50年、去年98歳でその生涯を終えますが、100年経った今日も変わらぬ景色が残ります。善福寺池のほとりから100年先もその先も変わらぬ景色が続くよう、見守るように願うように、そびえ立ったるその人が内田秀五郎一代記の一石を、まずこれまで。ありがとうございました。高井戸を候補地にする。昭和40年代、東京都から突如発表された清掃工場建設をきっかけに、東京都と工場建設予定地である杉並区や最終処分場のある江東区を中心に起こった東京ゴミ戦争。今日はゴミの実力阻止をいたしております。清掃工場建設に反発した杉並区民と東京都との争いは、当時埋め立てのためゴミの受け入れをしていた江東区との対立にも発展し、大きな社会問題となったのでした。昭和41年11月14日、東京都は杉並区高井戸に清掃工場を建設することを突如発表。事前の説明もない一方的な通知に、高井戸の人々は猛反発します。中学生たちは杉並清掃工場に併設されている東京ゴミ戦争歴史未来館で、当時のことを知る杉並商用記念財団の内藤博隆さんに話を聞くことになりました。清掃工場建設になぜ反対したのですか？逆に質問したい。ゴミ好き？一番大きいのは話し合いも一切なしで、そこにあるチラシ一枚、清掃工場は高井戸に建設しますって言ってチラシで配っただけ、地元とのディスカッションも一切なし。
チラシの配布から5日後、高井戸では反対非正同盟が結成され、2万人の署名が集められました。反対非正同盟は見張り小屋を設置し、測量隊の立ち入りを阻止。並行して東京都と度重なる協議を続けました。中学生たちは江東区の状況がどのようなものだったかを知るために江東区を訪ねました。江東区の人は杉並区の反対運動をどう思ってましたか？生活してれば絶対ゴミって出る。せめて持ってくるゴミを減らしてください。東京都と高井戸の住民との話し合いは続いていましたが、焦点は清掃工場建設にあたり、地元住民の安全安心のための条件を東京都がどこまで出せるかという交渉に変化していきました。そしてここに建てる清掃工場は最先端の清掃工場の技術を取得して、この高井戸に作る素晴らしい提案を向こうからしてきたんです。高井戸の住民は環境に配慮した清掃工場の建設を進めるとの東京都からの提案を受け入れ、昭和49年11月和解が成立します。足掛け9年にわたり繰り広げられた東京ゴミ戦争に終止符が打たれたのです。東京ゴミ戦争っていうのは何だったのかっていうと、私はゴミ対行政住民っていうのが東京ゴミ戦争の本質な問題の本質なのかなっていうふうに今思ってます。で、当然行政としても反省点っていうのはどこ、このゴミ戦争でありまして、当然今でこそ住民参加とか、情報公開っていうのが当たり前の時代になってますけれども、やはりそういったものの重要性っていうのをこの昭和40年代の東京ゴミ戦争で後世の私たちに教えてくれてるものなのかなというふうには感じております。